移動するぞ。移動します。俺は狙いつけてる位置に移動するのか。配置完了。まあ、ちょっと待った。目的こっちじゃねえか。移動、移動します。急げ。移動する。配置完了。右。移動。了解。移動。配置完了。俺だけ。戻ってこい。合流。はい、一緒に行きます。上出来です。今度はもっと高度な戦術の訓練です。チームメイトに命じられる戦術には偵察とアサルトの2つがあります。では実際にやってみましょう。どうやってアサルトに変更するんだ。攻撃。了解。攻撃します。移動。急げ。移動します。移動するぞ。移動します。偵察だ。行け。偵察。了解。配置完了。どこどこどこ。移動。急げ。了解。移動。配置完了。敵です。チームメイトは敵を発見しましたが、偵察モードなので攻撃しません。 OK。切り替えます。攻撃。逆です。2人のようです。南。このように密かに敵に接近すれば先制攻撃をかけることができ、戦いを極めて有利に進められます。 OK。 切り替えたよ。攻撃。前方の偵察を頼む。攻撃します。移動。移動する。移動するぞ。移動します。戦闘でチームをどう使うのかを説明しました。では実際に戦術マップに表示されたエリアを制圧してもらいます。制圧とはそのエリアにいる敵を全滅させることです。これは指揮能力のテストです。大尉自身は戦闘せずに部下に命令を出してください。敵いるじゃん。移動。移動します。
ラミレスです。敵を確認。二人いるようです。西です。配置完了。攻撃、逆です。二人のようです。西、ワゴンに敵。装填中。やれるか。くらえ、狙われる。隠れてください。敵が移動。コンテナのそばです。西、装填中。一撃でしたね、タイ。ミスだ。死にやがれ。まあ、俺もめっちゃ参加してるけどね。部下にやらせる予定なんでしょ、これ。敵は逃げていきます。西、こちらラミレス、仕留めました。射撃中止。射撃中止。前進。移動。敵へなし。配置完了。移動するぞ。移動する。大丈夫か。ラミレスです。あ、敵を確認。一人だけのようです。石。了解。気をつけて。撃て。砲撃。仕留めましたね、隊員。偵察だ、行け。敵へなし。いる。よし、俺がやっちまった。前進。この練習は終了です。では成績を確認しましょう。俺がやっちまったけどいいか。続けるよ。ここではチームメイトへの通信および命令方法について説明します。作戦の成功に不可欠な状況への素早い対応とチームプレイの方法を覚えておけば後で役に立ちます。では。え、移動。了解、移動。急ぎ車、敵の車両です。北東です。合わせたよ。合わせるんでしょ。何ボタンで攻撃させるんだ。移動するぞ。戻ってこい。戻ってこい。合流します。集結。合流。ちょっと待ち、危ない危ない。ついていきます。攻撃できないよ。これじゃないとダメなの。これで今目が出たな。了解。もうやってきた。もうやってきたよ。了解です。はいじゃ、了解です。なるほどなるほど。